皆さんこんにちは、エルザヤナオトです。今ですね、私はですね幕張メッセにあります。後ろに見てる今日はなんとミュージックステーションウルトラスーパーライブということで、今日はですねミュージックステーションこう生放送サンダミジェイソルブラザーズの今楽屋前にいるんですけれども、今日はやるよ。ちょっと正直ビビってます。というのもですね、今日これだけアーティストの方々集まってるんで、当然我々の後輩ジェネレーションズ、イーガールズも来てるわけですけれども、今日はねちょっと俺は攻めるよ。いいよね、イーガールズにがっつりゲリラと出し上げたいと思います。楽屋に思いっきりバーン開けてゲリラと。正直ね、僕ね何度も会うこと多いですよ、会うこと多いんですけど、じゃあめちゃめちゃ仲いいかっていうとそこまで仲良くないんですよ。だからバーンって入ってえみたいにならないが怖い。今マジで結構久々にビビってます。ちなみに今イーガールズ移動10分前。あ、移動10分前、やばいやばいやばい、やるしかない。マジで移動10分前行くしかねえか。もう行こう、行こうか、行こうか。本番前の10分前なんで、いや本番展開オープニング前だから、ちょっと危なくなって音聞こえるから。普通に音に合わせてリハーサルしてます。ちょっと今ガチモードだと思って結構練習してる感じなんで、今違うな。変態だよね後輩のイーガールズの楽屋の前で聞き抜いててるって変態だよね。やってること今フォローに聞こえてるんで、ちょっとリハーサル中さすがに申し訳ない。いくら先輩というのじゃん。いやちょっと待って、一人で行くんでしょ。いや一人でイーガールズ11なんでしょ。1対11でしょ。ちょっと俺は攻めるよ。今までいろいろゲリラとやってきたけど、一番気使うというか一番センシティブな、センシティブゲリラだったわ。あガンちゃん、ガンちゃんいればいいのかな。やっぱ直樹か、直樹そういうとこ超鉄のハートマンなんだよ。直樹今何やってんだろう。ちょっと交渉しよう。それちょっと歌ってみたいかな。あ、ちょっとできそうだな。はいはい。今からさ、はい、イーガールズの楽屋にゲリラタとしに行くんだけどさ、行きましょう。おっしゃー、交渉せん、行きましょう。やったやった。イーガールズね、これから新たな形に出ますから。そうですよ、応援しないと。そうだ、ゲリラタタで、ゲリラタタで背中を押す。仲間ができた。これはね、一人じゃいけない。これ一人でいけないよね。分かるでしょ、あのね、よくあのまず発想したなって。なんで、なんかもう、あ、いいですか、いいですか。これないとちょっと無理だ。これ無理だ。これないと無理だ。頭から、だから俺がカチャッて開けたら音がいいよ。大成功ということで
これが噂の、これが噂のゲリラだね。やばいですね。すいませんね。あと何分でいいの？もう移動。もうすぐです。もうすぐ移動。もうすぐ移動前に司会先生呼びました。ウォーミングアップ。ウォーミングアップだね。いや本当にね、俺もね、ゲリラだったらいっぱい仕掛けてきたけど、今日が一番緊張した。空気がさ、やっぱりね、E-Girlsってさ、ちょっとさ、いきなりガチャってさ、楽屋入っていいもん。結構カチャカチャってなってますね。ちょっとすごい躊躇が、やっぱり出てたんだね。いくよ。でも、覚えてたね。噂の見てた。いつか来ないかな。これちょっとカレンがね、確かにちょっと俺もカレンふわっとしてたよ。カレンとのんちゃんがちょっとふわっとできる限り人に隠れるようになったよね。まあね、ちょっとイーガールズこの間結構衝撃的な発表がありましたけれども、新たな旅立ちが、でもね、はい、そうなんだよね。みんながまたさらにステップアップするために、はい、ということで、はい、もうゲリラ方で背中押すしかないなと思って、やっぱり一番これだなと思って、悩んでる気もない、悩んでる気もない、踊れと踊れと、そういうことです。はい、ゲリラ方でカバーしても全然カバーしてもらったんだから、めっちゃ盛り上がる。もうみんな優しくて嬉しい。よかった。止まんないなんでちょっととか言われた。今違う、ごめんなさい、今ちょっと集中してるんで、違う。いや本当にありがとうございました。ごめんね、ありがとうね。ありがとう。やったった。思った以上にでもやってくれました。やってくれた。直樹がいなかったら絶対無理だった。いい感じでした。やりましたよ。いいですね。直樹がいなかったら無理だった。これさ、あ、まあいいや。日向坂一緒？ありがとうございました。ということですね、協力いただきまして、うちにE-Girlsゲリラを起こしました。皆さん、よかったらコメントだったりとか、いいねボタンぜひ押してもらって、Twitter や Instagram とかでも、いろいろ連動してますので、アカウントだったりチャンネルよろしくお願いします。